はい。どうも皆様。アーサーと申します。ダークソウルリマスター、やっていきましょう。今回はですね、ハベルの戦士で、侵入、勝ちに行きます。武器、大竜きプラス5。能力補正が、筋力 D。必要能力値、筋力40。ハベルの伝説の大槌でございます。そして盾。ハベルの大盾プラス5。能力補正、筋力 D。必要能力値、筋力50。ハベルの伝説の大盾でございます。まあ、どちらも、脳筋用の装備ですね。防具は、ハベル一式。ハベルの指輪、スズメバチの指輪と。ステフリはこのようになっております。ハベルの大盾が筋力50必要なので、今回は筋力50振りました。それ以外は何も振ってません。そして、この盾ですね。なんと、強攻撃で、強靭が上がります。この状態だと、まあ、ステータス画面だと121なんですけど、実際はもっとあるみたいです。ほとんど無限に近いとかいう話を聞きました。なので、こちらも使っていきたいですね。そしてこの武器。まあ、火力は高いですけど、モーションはそれほど強くありません。なので、今回はケツ掘りで勝っていきましょうかね。それでは侵入やっていきましょう。このダークソウルディマスターもうすでにかそってます。マッチングするのにもすごい時間がかかっているということは、つまりホストが少ないんですよね。だから今回、まあ、私が生き残っているホストを全員皆殺しにします。まあ、ホストがいなくなれば自然と霊体もいなくなって、まあ、やがてオンラインで遊ぶ人がゼロになるでしょう。もうそれでよかったんです。このゲームにオンラインは必要なかった。フロムも次回作の赤狼じゃオンライン外してきたしな。人と人とのつながりなんか最初からいらなかったんですよ。オンラインなければ国際されることもないし、みんなハッピーになれるな。あのオールロンドがマッチングしなくなってしまいました。彼が最後のホストだったんでしょうね。あまりにもあっけなかったな。この線の古城もマッチングするまで15分以上かかったからな。もう多分彼が最後の生き残りと見て間違いないでしょう。ここだとケツ掘れないな。考えたな。俺に掘らせないつもりか。ブンブンで掘らすしかねえけど、パリ怖えな。ジャンプ攻撃すっか。当たらねえ。ただ、お前の攻撃。痛くも痒くもね。大戦ありがとうございました。これがハーベルの装備なんですよ。防御力、強靭、どちらも高いからね。最強防具だ。ついにあのロンに続いて線の古城もマッチングしなくなってしまったので、ここに来ました。いや、まさかね、ここまで人がいないとは思わなかった。これマジで冗談抜きで俺がホスト皆殺しにできるんじゃないか。もうそういう状態なんですよ、このゲームは。ホストそっちか。このダウンロードコンテンツのエリアのホストも倒せば、まあ、私の目的は達成できますね。しかもどのホストも白ファン連れてないからね。ホストだけでなく霊体の数も不足してんだろうな。やべえわこのゲーム。剣族やってんじゃん。あ、こんな人がいない中でも剣族で他人の世界を祝福してるというのか、このホストは。やるじゃん。対戦ありがとうございました。これが今のダークソウルなんですよ。ひでえありさまだな。
もうマッチングする場所ここしかねえな。2人か。まあ悪くない。あ、ケツ掘れねえな。大たつきで地名取るの難しくね。なんか軽く引く。何その刀。錆びついてんだろ。あ、ええ。死んだか。ゲッツ。え、掘れない。嘘。やべ。あ、マジ？今の掘れてるでしょ。いや、でも待て。今、闇霊の数も少ないはずだから、またやればマッチングできるんじゃないか。アトレウス、違うな。にしても、ここはまだまだホストいますね。ここにもう集まってんのかな？ホスト。あ、まだ人がいっぱい生き残ってるみたいだから、これはやめられねえな、このゲーム。最後の一人を狩り尽くすまで、俺のダークソウルは終わらねえ。ここら辺にいたよな。隠れてんだろ。ほら、カマか。悪いな。なんかもう、大たつきのケツ折りって難しくないですか？カロスターだったし。ハベルこんなもん扱ってたのか。火力高い。大戦ありがとうございます。さっきの出待ちみたいなホストもう一回マッチングしねえかな。またあったな。ただこれ3人まずいな。ケツ掘れねえ。もういいや。よっしゃ。 一匹ダウン。ただこれ逃げきれねえな。今ドッスンなんだよ。 ああ、逃がしてくれないか。回復しよう。危ねえ。こいつの刀錆びついてて助かった。 おい、やめろ。危ねえ。ギリセーフ。やべ。まずいですね。今のどうすればよかったんだ。今のどうしようもねえだろ。まだ一匹隠れてたの？ 開幕目の前にいるかね。何？怠慢したいの？いいでしょう。これでね、ケツ回り込むのぶっちゃけむずいっすね、やっぱり。ブンブンでも倒せねえしな。全速力でもこれだから。まあ、大抵のホストは一撃で死ぬんだけど、さっきのホストは体力多いからな。一発プラスケツ掘らねえとダメなんですよね。かなりきちいですな。なんか、ウーラシール市街なら湧き潰し出待ちたくさんいるかなって予想したんですけど、案外そうでもないっすね。このホストも攻略勢でしょ。ついにここでも出待ちがいなくなっちまったか。さっき一回会えたんだけど、死んじゃったからな。またマッチングしたいですね。まあ、あの出待ちかなり用意周到だったから 死ぬことはねえだろ。このホストは死にそうだけど 俺が行くまで死ぬんじゃねえぞ。確かここら辺にいたよな。あ、ここじゃなかったか。このマップも複雑だからな。下行ったのか？いねえな。あれ？お前どこにいたんだ？あ、ここか。あいつここにいたのか。タイミング悪かったな。おー、指しゃぶってんね。何？そちらさんも闇霊が不足して困ってんのか。いいよ。俺が殺して終わらせてやるよ、この出待ちは。え、今食らってる？嘘だろ。
おい、なんでそこでタイミングよくカラスタになんだよ。ふざけんな、マジで。おい、待っとけよ。また行くからな。覚悟しとけ。殺す。確実に息の根を止める。こいつは生かしてはならない。もう一瞬で片をつける。死ね。これがハベルの戦士よ。お前らじゃ相手にならねえ。強靭、無敵、最強。ということで、ご視聴ありがとうございました。